はい、こちらはカニクッションということで、カニの形をしたクッションなんですね。多分可愛いと思いますが、どんな感じなんでしょうか。いや、気持ち悪っ。めっちゃリアルじゃん。怖すぎ。これ道端に落ちてたらすぐ逃げますよね。クッションとは思えないもん。どんだけでかいカニいんのかなみたいな。怖いね。このクッションはちょっとなんでこういうリアルになったのかわかりません。はい、こちらは超リアルなお魚を抱いて眠ろうということでね、アロアナクッションって書いてありますね。なんか魚のクッションらしいんですけれども、どんな感じなんでしょうか。見ていきましょう。おリアルだなこれ。いや、そこまでいったらちょっときついね。まあ、こういうの保存したくなるのわかるよ。頭おかしいみたいな。しかも120センチだからまあまあでかいよね。うわ、この人頭に魚敷いてんじゃんみたいな。他の人見たらびっくりしますよこれ。ちょっとね、気持ち悪いですねここまで行くと。さて、こちらはなんか居酒屋の看板なんですけれども、ちょっとね、あることが書いてあるので見ていきましょう。1500円だけ握りしめてこい。これは1500円で楽しめる的なそういう話。いや、絶対これ消費税かかって高くなるやつじゃん。1600円とかかかりそうだね。あれ1500円って言ったやんって。絶対何件かクレーム入ってますからね。消費税込みで1500円なのか、消費税抜きで1500円なのか、どっちかわかりませんが、ちょっと怪しい予感しかしないですね。これはすごいな。なんか注射器を改造してたくさん並べてますね。これすごくね。どうなってんの。まあ、確かにね、こういう画像保存したくなりますよね。注射器をね、交互に合わせて、その水の勢いでいろいろするっていう、そういう話か。まあ、こういうの保存したくなるわ。皆さんも作ってみてください。さて、これはいろんなグラフがありますね。これ何なのかというと、これ見ていくとですね、軸があって、縦軸が紅茶が濃いのか薄いのかで、横軸がミルクが薄いのかミルクが濃いのか。じゃあ紅茶が濃い飲み物を見ていきましょう。ゴゴティーのミルクティーかな。で、ミルクが多いのはリプトンの濃いやつ。ってことは紅茶濃いめでミルク濃いめの右上は、これすんごい濃いってことだよね。じゃあミルク薄めで紅茶薄めは、これか、水かな。これ超薄いってことじゃん。左端ってそんなある。よっぽど裏に持ってるんでしょうね。でね、ランクもあってね、 S ランク、リプトンミルクティー、味 A プラス、コスパ S ということで、リプトンミルクティーがこの作った人は好きなようですね。 A ランクが紅茶家電のミルクティーで、リプトンクリーム紅茶ラテ、サンクスロイヤルミルクティーで、 B ランクはミニストップ午後の紅茶で、 UCC のティーラテ、ファミマティーオレ、ローソン、まあここら辺はコンビニ系が入ってきますね。その下も見ていきましょうか。 C ランク、ちょっと惜しいね。セブンロイヤルミルクティー、ファッションミルクティー、ティーハミルクティー。なるほど、ここら辺が残念と。じゃあ D ランクなんでしょう。ネスレのミルクティーとメイトーミルクティー、ティーズティー。まあこういうランキングがあるんでね、皆さんは一番どれ好きですか。私的にはゴゴティーのミルクティーが好きですね。